秀吉は賤ヶ岳で勝家を倒し、利家を味方とした。名実ともに天下に一番近い男となった。秀吉に対抗できる力を持つ大名は三河、駿河など五カ国を擁す徳川家康のみだった。そんな家康に織田信長の次男信雄が接近。両者は共に挙兵し、秀吉と交戦状態に入った。秀吉は小牧長久手の地で家康と対峙した。秀吉と家康、天下の領有の初対決の行方はいかに。天下統一の将、小牧長久手の戦い。勝ってやるぜ清正。俺も行くぜ。義継、お前さんの忠心は疑いようがない。じゃがちーと確認したいことがあってな。徳川陣営にいる東道高虎、やつとお前さんが通じているという話があってな。高虎から慶宛てにこんな書状が来ている。これは全く覚えがありません。信じていただきたい。秀吉様、その書状私にも拝見させてください。お前何すんだ。これはついうっかり。申し訳ありません。いかなる処分も受けまする。疑いの種が灰になってまったらしょうがないわ。義継、三成、もうええぞ。この儀はこれまでじゃ。決してお前を助けたかったわけではない。決戦を前に味方の士気が下がるのを恐れただけだ。わしは学伝城、イエス殿は小牧山城。不毛な睨み合い、ここらで打開せね。三成、こっそり小畑城を制圧せ。あの城からイエス殿の本国三河を襲うんじゃ。わしらは三成らのおとりとなる。徳川軍の注意をこちらに引きつけるで。敵は北方に兵を集中させておる。武士らも忠勝、小牧山城と信雄殿のこと頼んだぞ。はっ、受けたまわった。怖いぐらいすんなり進めているな。速やかに南東の砦を落とし、小畑城に迫るぞ。この砦を制圧すれば小畑城は裸同然。
敵将撃ち取ったり。この戦激戦は必至。爆殿城を守る秀次様の敗走には注意されたし、この程度で俺を止められると思うな。だいぶ攻めやすくなったはずじゃ。小幡城周辺の敵はあらかた片付いたようだ。秀吉殿とは古い付き合い、互いに手の内は知り尽くしておる。だがここで俺が粘れば、秀吉様は別の策を講じることができる。小幡城に家康殿が現れたじゃと？ということは小牧山城は手薄じゃな。三成が粘ってる間に小牧山城を落とす。その後小幡城に急行するぜ。開門。これが出る。秀吉様からの伝令、小牧山城を落とすまで持ちこたえよとのこと。わかった。システム役目は果たすと伝えてくれ。俺は三成を救いたい。我が隊だけでは救援は難しい。俺って喧嘩っす。他の者まで巻き込んで俺を救いに来ると、お前も意外にバカなのかな。何、うっかり書状を燃やしてしまうバカにはかなわぬさ。秀吉本体はこの小牧山城を狙っている。ここで拙者が粘れば殿の戦も楽になろう。秀吉様が策を打てば家康が返す。大名は多いが、世の英雄はやっぱりこの二人か。舐めるな。この程度で俺を止められると思うな。こんなものか、勝負にならん。負けてしまうとは。やるな、我らも続け。この程度で俺を止められると思うな。バカみたいに突っ走ってらしく。
正直家康って超強いね。大変じゃね。やつの相手ずっとすんの。ああ、天下の安定を望むなら秀吉様と家康は手を取り合うべきだ。そっか。でも家康と仲良くできるのかな。ほら、三成とかガチと合わなそうぜ。この戦いが終わったら歩み寄ればいい。喧嘩の後は友情が生まれるもんだろ。ここまで敵が。ナオトラ様、共に柏軍を食い止めましょう。小牧山城の砦を守るは美女二人か。急げ。こんなものか。勝負にならん。やつなら この程度の功は当然だ。開門。今城内に入り込んだか。動かず安全な場所に控えよ。家康がおらぬ今、わしが小牧山城の城主しかるぞ。忠勝とまともにやり合う必要はねえで、信勝をサクッと倒して城を奪うんじゃ。これほどとはな。見立て通りの活躍だ。そんなものか。勝負にならん。わしは信長の子信勝。わしに背くとは無価値。おじきの天下のため速攻で倒す。ガチで我が子にしてくれるわ。わしは逃げるぞ。開門。よっしゃ、小牧山城は落としたで。次は小畑城を攻め三成を救うんじゃ。俺たちは引かれ城も奪われた。もはやここにいる意味もなし。敵将撃ち取ったり。忠勝、よく敵を引きつけてくれた。今より楽田城に総攻撃をかける。楽田城が落ちれば秀吉殿は態度を失う。ここで撃ち取ることもできようぞ。現状三成ら別動隊の方が楽田城に近い。別動隊は急ぎ楽田城に戻るんじゃ。本隊はそのまま小畑城に突撃する。家康殿撃破し勝利を引き寄せるんじゃ。くらいやがれ敵将。締めてやったぜ。耐えきれん。聞かせてもらう。秀吉様と家康は互いに認め合っている。そして互いに競っている。天下人の座。耐えきれん。聞かせてもらう。正則の活躍嬉しいもんじゃわ。急げ。
守る秀次が撃たれたら終わりじゃ。早う援護に行ってくれ。うう、いけいけ清正。初めから家康の狙いは秀吉様のお命、そのために侍女や配下をおとりに使ったか。敵将討ち取ったり。という強さよ。奴ならこの程度の方は当然だ。俺って喧嘩つえ。家康様のもとには行かせぬ。覚悟しろ。バカみたいに突っ走ってらしくていい。敵将、決めてやったぜ。秀吉の天下なんて俺は認めん。海門殿、ただいま小牧山城より戻りました。いかなる処罰も受ける所存。よい忠勝、軍師の奮闘のおかげで秀吉殿に一泡吹かせられた。ならばこの場にて秀吉殿にはもう一泡吹いていただく。敵将討ち取ったり。という強さよ。敵が一枚上手か。面白い。重き荷を背負う身、負けられぬ。この程度で俺を止められると思うな。天下無双のもののく、その名は俺がもらった。なめるな。こっから地獄だ。ふう、いけいけ清正。されておるか。突っ走れ。こんなものか。勝負にならん。ふう、なんとか勝てたわ。やはり家康殿は強い。恐ろしいほどに。秀吉様が家康のもとに出向き講和を申し込んだそうだ。これが何を意味するかわかるか。そりゃあれだろ、家康味方になりゃおじきの天下確実だからだろ。
表向きはそうだ。だが俺は別の見方をしている。秀吉様はそれだけ家康のことを信頼しているんだ。最大の敵を信頼している？何をバカな。三成、お前も気づいているはずだ。家康の人望や実力、現に先の戦でも俺たちは家康に苦戦を強いられた。秀吉様はすでに未来を見据えているのだ。自分がいなくなった後の天下の行く末を。秀吉様には実子がいない。秀次様も養子だ。となれば秀吉様の作った世を安定させるには。不愉快な話だ。俺は失礼する。まあ清正の言うことも分かんなくもねえけどさ、そんな先のこと心配する必要なくね。それに家康の力借りなくてもさ、俺たち三人ならおじきの天下守れるって。ガチで現実を見ろよ三成。